artist and art director and illustrator. I live in Tokyo.大阪で建築設計の事務所のスタッフとして働いてたので、初めの3年ぐらいはそうやって働いてて、で東京来てからフリーランスでやり始めたので、そこでまず一つ大きな違いが、変化が、できれば固定はしたくなくて、こう変えていく方が楽しいのでっていう意図はあるんですけど、でも刺繍とかちょっと可愛いイラストとか認識されているスタイルはいくつかあると思います。展覧会とかの場合はコンセプトはあるんですけど、ただ作っていく段階で変化することはよくあります。見てほしいのはテレビとか、まあ、漫画とかそういうものの中に面白いものがいっぱいこう隠れてる、いやっていうと、あとは具体的に物をあげるしかないんだけど、まあそれこそジャンプとかでもいいし、もっとアンアンとかそんな大衆紙でもいいかもしれない。例えばこれ昔ちょっとやってたんで、俺が見ました。